もう、夜か。よし、もう寝るか。よく寝た。今日は、いい天気だ。今日は、リモート会議だ。村人社長に言われたから、怒られるわけには、いかないよな。よし、会議に参加。これでみんな揃ったな。今から会議を始める。よろしくお願いします。今回の会議は、祝願茶碗のオープニングとエンディングを新しくするか、そのままにするかをこの4人で決める。じゃあ順番は、私、アレックス、スティーブ、祝願の順番で言っていこう。私は、そのままの方がいいと思う。私は、新しくした方がいいと思います。僕も、新しくした方がいいと思います。最後に祝願、言ってくれ。僕は、新しくしたいと思います。おう、3と1で分かれた今回の祝願茶碗のオープニングとエンディングを新しく変えることに決定した。こうして、祝願は、会議で話し合うことができたのさ。めでたし、めでたし。